封建山荘知ってことですね。ね、今日はね、封建だけ。こっちですね。で、こちらから行って、極楽平抜けていくというルートをやって帰ってきます。じゃあ行ってきます。はい、封建平ね。一応、破線になってるのかな。破線ルートで。ここからね、頂上までの人が多いんですけど。そうだね。あ、ここがまたちょっとね、素晴らしいじゃないですかね。行きましょうか。あっちの方行くと、木曽駒ヶ岳に行く、あれの中岳、越えてきますけど。ね、御嶽山もよく見えてる。行きましょう。千畳敷が見えますね。こちら、登ってきます。六甲四条道。天気良かったね。歩破線なんで、白丸、白ペンキついてますんで、みんな破線だから行かない人多いんですけど、行けとは言えないですけど、岩場やってる方はぜひやっていただければね、鎖ついてますんで。いい塩梅ついてますよ、2本かかってますね。ロープの緑のロープの外側に行かないように、滑落の恐れと自然植物の保護の観点からです。はい、行かない。で、各部ジョイントがありますんでね、ジョイントを過ぎたら次の人は手前の鎖を触ると。ここ鎖なくたって全然行けちゃうの。こういうとこでね、鎖便利ですけどね、鎖耐えると腕力すごく使っちゃうんで、少し温存していた方がいいかなっていうのと、またそのそういうとこ行くんだよな。これね、ボルトがあるんで、もしお持ちの方はですね、休みたい方は入れかけてね、休んだりとかすると非常に安全度が増しますね。なくてもいいんですよ。なくてもいいですけど、これね、心の安全。あと、安心して休むでしょ。写真撮ったりとかするときもね、いいと思います。今日私、できる限りフリーハンドで行ってみようかなと思っております。そんなにね。人間として鎖を掴む一点としては OK とさせてください。鎖をよじ登っていくというんじゃなくて。木越し浄土まではね、鎖ないです。ついてていいね。はい、だいぶシャドウがね、出てきました。ここの鎖場の感じとしてはですね、そうだな、赤岳の文三郎の最後よりはちょっと登りにくいかな。そんな感じだよね。初心者の方はくれぐれもやめてください。そういうことを先導するためにですね、動画を上げてないので、経験者の方のルート案内ということなので、初心者、しっかりした技術を持った人と一緒に来てください。もちろんヘルメットもね、残し10度まではねいいですけど、ここから先木曽駒ならいいけど、こっち来なったら絶対ヘルメットが。上があるんですけど、表面はちょっと割とサラッとしてるしなので、
割れ目をうまく見つけて、こういうアイポイントいっぱいあるんで、臆病になるってことじゃなくてね、安全を担保するためにもですね、ハーネス持ってくるのをね、大げさでやって笑うやつはね、後で損しますから。何もね、ロッククライミングやるだけのためにハーネスかなくて、おー、ここの谷は素晴らしいね、切り落ち方が。おー、奥さん慣れてんね、やっぱね、さすがに。ふう、今日ね、昨日の予報より悪くなるということで、ちょっと朝方曇りだった、あ、こんにちは、来たんですけど、良くなりましたね。まあ、とりあえず山頂まで行きましょう。これ峠だけ山頂ですが、ここね、鎖もなくてね、なんかちょっとなんかもないんで、いや、いいです、これちょっと写真撮ります。極楽平の方に向かって行きます。極楽だって誰が名付けたかわかんないけど、あの、なんだ、すごく柔らかい感じにね、なってんだろうか。今日はね、しばらくフリーハンドです。フリーハンド。ここで折り返しちゃう人がほとんど。行きましょう。こういうね、下りが怖いよね。こういう下り、もう完全に向き変えて、やってください。これね、ハネスも効かないんで。極楽台だからまで登って、あそこで終わりの人もいるみたいだね。ほら、こっち来んねえじゃん。あれ、こっちから登ってきたの。もう早くね。誰も手を振ってくんないかな。はい。はい。さあ、これはね、我々の目から見たらですね、高度感以外は中級ですね。中級、いわば。そうですね、ここの鎖設置した人はね、来ただけで、たまたま会ったね、ガイドさんがね、設置したらしいんですよ。なかなかね、いい位置についてます。喜んでました。そうでしょ、そうでしょっつって、なんか褒めてもらった小学生みたいな嬉しそうな顔してましたよ。すごい楽しいから、ね、一緒に缶チューハイ何本あげたかね、うん、っていうか、こういうことやりながらでもこうね、バカ話できるっていうのは、まあ、そのくらい余裕ないとろくなことないから。行きます。ここでまず1回目の大きな落差をクリアですね。木曽駒ヶ岳は扇状時期があるから見えませんから、みんなイメージしてる扇状時期があるからの山っていうのは宝剣岳のことを指すんで、間違いないギザギザのところを今行ってるわけですね。ギザギザの屏風をね、向かって右から左にずっと自走してます。ここにはちょっと岩くぐるところあるので、ちょっとやってください。よくあるよね、金峰山もあったね、こんなね。これね、くぐると今度ね、こっち側の崖がよく見える。いやいやいや、なかなか素晴らしいですね。バッテンついてるのいっちゃダメですね、はい、これ今上からこう降りてきました。これのなんか優しさがない人はね、誰でも行けますよなんて言うんですよ。
誰でも行けないってみんな怖いって最初はここそういう心ないこと言うからね、それで、ね、真に受けて来てビビっちゃって、もう雲いっぱい、あそこのすれ違い、向かいから来る人たちのすれ違いもちょっと時間かかるかもしれませんよね。左のピークも通っていける、ここね、下巻いてる道もあるんですけど、このピーク行きましょうかね。今日は一番バスに乗れたんで、だいぶスケジュール的にも余裕があるのでいいと思います。え、左のね、巻いてない道の方、要するにノコギリの突端をずっと行きます。どう判断した？行けるよ、行けるよ。まあ右の視界となってくる。ここで、ここは取っ手があって、そこまたほらよく見て、こっちも行けるけど、これはこっちだ。あそこの正面が長いんだよね、あれね、雨の分が。反対向きで降りてるよ。教えてやんなきゃ。あれ危ない、あれ危ない、あれ危ない、危ない。鎖がついてんだからね、ついてないとこはでもいいけど。これフリーで行けんだよ。アウトになった途中で見ればね、奥さんの気合いの、もう休んない、じゃあ追っかけ行きますかね。迫力のある映像かな、これ。ここはね、岩がね、脆くないんで、ヘルメットなくても落石あんまなさそうですけどね。なさそうですけど、やっぱね、自分が落っこちゃうかもしれないからね。ヘルメット欲しいね。ほぼ4時半とで登りました。鎖場の練習というにはちょっとレベル高いかな。そっち上巻いた方がいいんじゃないか。そうでしょ、そうでしょ。
だからそっちそこまで巻いてんだよ。ここまでさ。ほら。こっち正規だと。ちょっと椅子持つよ。もうそこまで行く。この高山が行ったらあまり人いないみたいだからね。いるよ、これ。鎖はの足掛けをうまく2箇所使ってやった方がいいと思うね。あ、でもそこまでなの。うん、楽所だよ。ました？はい。極太になってね、鎖が。極太だね。ここは…ここね、足掛かりがあるよね。はい、すいません、ありがとうございます。あのさっきフリーで登ったところのさ、あの下りがちょっとこっちから登ってった人からするとちょっと怖いね。よし、こうごめんね、極楽平なので、ちょっと3点続きます。3点というかね、鎖のない岩場。慣れなんだけどね、鎖場も。フリーで登ったとこがね、ちょっとこっちから行くと怖いかもね。怖いったって知れてるけどさ、慣れていいとこあるからね。なんかお楽しみあっという間終わっちゃうんだな、これ。この後ろに鉄のがついてるから左回り込む、うん、これね、左側に回り込むんだって。こんなん誰でもわかるよって言うけどね、ちょっとガスとこの白い本当の丸だけがね頼りで、それ以外全然見えないっていう時なんだけど、なぜ赤がねしないで白なのか、白が逆目立つのかよくわかんないけど、雨の時石が黒っぽくなるからなんかわかりませんけど、左にブート乗ったんですよ。まあまあ高度感あるってありますけどね。まあこんなの、まあでもね、もうあそこでもう極楽平じゃないですか。なんだ、楽しいことすぐ終わっちゃうんだ、遠足じゃないからな。ここはね、長いだけでちょっとトラバースボックついてますね。いや、ちょっと極まってた。そうだね、午前中半ばでもう終わっちゃう感じですね。まあそれは想定内なんですけど、もう お風呂もあるし、もう佳境ですね、終わりですね。ちょっと写真をちょっと一枚撮らさせてください。鎖
鎖場は終了ですね。なかなかねありそうで、ここ何度も来てるけど今日一番天気いいかな。保険酸素も儲かったみたいで、私が知ってるよりはプラスあと2頭増えてました。よし、ここで取ろうか。ちょっと待って、はい、極楽だ。羽さんも奥さんも外しました。はい、行きましょう。いやでもやっぱここもいいね、この感じ。あの八ヶ岳の硫黄岳あたりの感じともちょっと違う、もうちょっと荒涼とした感じの。いや奥にね、羽さんも。奥に戦場がですね。うん、飛んでくんねえから。おー、飛んだ飛んだ飛んだ。あ、登山客に慣れてる。いや、いざやね。あ、もうやんないけど、近くまで寄ってくるね。うん。御嶽山もね、来年どうなんでしょうね。ロープウェイ会社今年で撤退らしいから。誰かは。行けばいいんだけど、この先ずっと行けるんですけど、これだとあの戻れないんで、一旦じゃあ戻りましょう。はい、行きましょう。極楽大岩まで戻ってまいりましたね。下見えますけどね。ここから右へですね、戦場時期変わるまで降りていくと、戦場時期変わる、降りてまいりました。一緒に駒ヶ岳神社お礼をしてですね、深いと思いますか。いかがですか。4回目にしてめちゃくちゃいい天気で風がなくて、そうだね、感動して新たな発見しました。まあ経験者と来てください。慣れてない方、経験者の方も十分注意して、ということで次回ね、またお話をしますね。じゃあ